渡辺翔太が連ドラ単独初主演31歳で高校生役&主題歌はスノーマン、ウェルゴートゲザーに決定、こんなに嬉しいものなのか。9人組グループ、スノーマンの渡辺翔太、31、が、来年1月スタートの日本テレビ深夜ドラマ、先生さようなら、毎週月曜深0時59分、30分かける全10話、で連ドラ単独初主演を務めることが分かった。27歳の高校教師としての現在と17歳の高校生の過去という2つのラブストーリーを書く今作で、渡辺は中学生、高校生、大学生、社会人と13年間を一人で演じ切る。また、主題歌は同グループが歌う、ウェルゴートゲザーに決定した。原作は安越、先生さようなら、ハイライト、小学館、別コミフラワーコミックス。主人公、田村拓郎は美術教師。先生にしてはノリも良く、生徒たちのお兄ちゃんのような人気者だ。初めて田村が担任を持ったクラスの生徒、弥生は目標もなく、周りの空気を読んで、ただ曖昧な高校生活を送っていたが、田村に誘われて美術部に入ることになる。自分が何をしたいのか、高校生活を彩るヒントをくれた田村に、弥生は恋心を抱いていく。